クから後ろに飛ばされると出ました杉山投げてカーブ小足中足中盤から出た杉山ミスらないすげえみたいな。そういうのがこれは杉山限定が多分あると思う。これで終わりなんだよ。あ、これそうそう富永誠の勢い止められないですね。ベンチで落としてエルボーキャノンで落ち、これうまいですね。レッドリックスネーク大臣コブラトルネードアッパーからうーん逆にピュアらせた。お見事杉山Oh!
きからビリビリ入って画面に裏に回って投げしかよスイングバールキックで、ね、これは完全ラオウユゼ登り踏みしてハンダを取っているでフラッパー来ますスカンチがやばいピークからこれはかかんないかイエスピニングバルキックがボーカー投げて杉山が見下せるスパークうわ、ショロさんこれはバレていた杉山いっぱい入れてくるさあ、ゲージをしっかり回収していきなり4連勝さあ何回入るのかミスらないさすが杉山秋田さん1回でピヨるんですかいや多分あれいっぱい入りそうじゃないですか分かると思うんですけどまあなっちゃんひどい終わり方ですねこれ杉山昇格戦でなっちゃんがサブキャラの意地を見せる100点ということでかと思われるあのダッドリーがこのメンバーをフルドッグにするのかそれともロクがまさかの王者に上がるのかといったところが見ものですがあの状況から負けるこれがロクさすがといったところロクマイナー1スタートさあさっきはマイナー1スタートだからさあ膝では割れるさあリマサが出てるがリアル大剣 L 派手さあ力丸王者か杉山意地を見せれば順番に拾ってファイブロー順番に拾って大キック全然決まって投げて見下ろせる杉山一応見せるさあこれはかなり厳しい展開か投げて先に画面始まってくる杉山ドリルからしっかり伝えて画面端投げてビオラスエリーライドか届かない画面端ビオラスエリーワンフラッピー中足裏に回してブロっているさあミスかこれ投げてスーパーチェーンデクロッパー杉山通りぐるぐる回ってもうグルグルを乗ってくる投げてが強いんです。ゲームを近づかせない小中投げてこれだエレキ繋いで回ってゲージを回収壊しエレキスタンこれしないドリルでスタン大トルからビリビリピリチョこれがハイタリとはい、拡販です。内場なんだこれ！あれ？
仕方ないのに、マジか、酔いが冷めてきました。杉山さん、さすが、あったこれ取れてんの、あれはおもらしです。うまいの、うまい、左経過の左バー、まだわからない、あと、おー、あー、杉山が見せる、これ明るかってる、これが元気の強さだが、中盤落としてドリル、欲しいベンチ、ちょっと待って、レンチでしたが、非常にうまい杉山でいくの、マジか、コパコパコパトルネード、これが杉山、今追っていく、クニが出てくるとバナオも出てくるみたいな、そんな大体ワンセットで最近出てきますね、はい、さあしかしここはあジャンプ4カッパー、さあデンジエデックはちょっと拾えないか、投げをすかしてバイパー、ドリルでピアりましたね今、これ強いなやっぱさあお見事、あー3、4、5、6、おーダブレブロックさせてレイトリックスネードをゲージがたまるぞ、ハッケに5番エレックス出して、杉山が最後は逃げたくするパンチ、なるほど、じゃあもうこれ終わってるんですね、あーこれは今ミスりましたが、いや元気はこんなところで終わるところではない、残りは4人、赤目をこれは読んでいたが、元気どうした、ペロペロされちゃいました、ようえ